こんにちは、粟田洋介です。今日はバレンタインマッチボックスというのを作ります。ということで今回の動画はアート&クラフトって感じなんですが、こういう感じのボックスを作って、ここに絵を描いて、こんな箱でここにバレンタインカードとキャンディーを入れてプレゼントをしたらいいんじゃないかと思って、こんなものを考えてみました。マッチボックスアートってよくあるものなんで、私が考えたものじゃないんですけど、これちょっと大きめのボックスで名刺が入るサイズに作りました。なのでこれをもらった人は名刺入れとしてこの箱を使うこともできます。で、これは子供のアトリエという私が教えてる教室があるんですけど、その教材にしようと思って考えたんですけど、大人が作っても多分楽しいと思うので、ちょっと今日はこれの作り方をやっていこうと思います。で、用意するものなんですが、まずは箱を作る厚紙ですね。どんな厚紙でもいいんですけど、私は結構がっちりした紙を選びました。それでこの厚紙なんですけど、箱を作るときにこうやって折るんですけど、折ったときにここにひびが入っちゃうような厚紙だと箱は作りにくいと思うので、しっかりしていて、しかも折ってもひびが入らない紙を選びました。それからカードを作る紙なんですけど、今回は水彩絵の具用の画用紙を用意しました。あとは紙を切るためのカッターナイフと定規、それから接着剤ですね。あとこれはあってもなくてもいいんですけど、プラスチックのスプーン、あとは絵を描くための道具ですね。で、まずはこの厚紙、箱を作るのにちょうどいい大きさに切っていきます。で、まあ厚紙はシンプルに切るだけなので、切る方法については省略しますが、まあ2つ今切りました。で、この箱、この入れる箱の部分はこの大きさですね。まあ好きな大きさにすればいいんですけど、まあ今回作る大きさはこっちが11センチで、こっちが15センチ2ミリという大きさに切りました。さて今度はこの紙に折り目と切れ目を入れて、それで折って箱にしていくんですが、ちょっとそれを今作っていきます。まずは折り目を入れる場所の長さを測るんですけど、名刺ですね、こっち側が9センチ1ミリで、こっち側が5センチ5ミリというのが日本の名刺のサイズなので、これが入るような大きさにします。この部分はここが 5.5 ミリなので、一応6センチ取ろうと思います。で、箱の高さをだいたい 2.5 ミリにしようと思うので、2.5、 こっち側も 2.5 ミリ取ります。で、こっちも 2.5、 2.5 印をつけます。で、こっち側ですね、こっち側 2.5 ミリにしたんですけど、折った時にこっちが1ミリ長い方がきちっとなるので、こっちを2センチ6ミリ、こっち側もだいたい2センチ6ミリ、こっちも同じように、この名刺が入ればいいので、全然ゆったり入るはずなので、これで大丈夫です。で、ここに、ここを折っていきます。その時に、これ使っても使わなくてもいいんですけど、さっき用意したプラスチックのスプーンですね。これをこういう風にやって、こういう風にちょっとへこみをつけます。プラスチックのスプーンでやると、この傷がへこみをつけて、へこみはつくけど傷がつかないって感じなのでいいですね。ここが削れてきちゃうとね、汚くなるんで、こんな感じですね。今度はこの部分に、ここの部分ですね、切れ目を入れます。で、切れ目が入ったら、この部分を折っていきます。こんな感じで合わさります。で、この部分、この部分ですね、1ミリ長くしたのでぴったり合います。で、ここに
ここに接着剤をつけて止めます。でこれで同じくこっち側も乾くのを待ちます。はい、今度は蓋の部分ですね。蓋の部分はちょっとこっち側を10センチ4ミリにしました。で、箱の部分が10センチで、で、こういう蓋の部分が重なったりしてちょっと厚みが出るので、こんな感じでやるとちょっと蓋よりも大きめになります。で、この長さはここが 2.5 とか 2.6 だったので、ここ 2.7 で、ここが6センチなのでプラス2ミリで 6.2 ミリで 2.7、6.2 ミリで残りという感じにしようと思います。 2.7 でこっち側も同じように、ここ 2.5 しかないんですけど、こっち折るの内側にするとちょうどいいかもしれない。ここに折り目をつけていきます。さっきこれ 2.5 しか残んなかったんですね。 2.5 の方を内側にしようと思います。これを入れてみます。だいたいぴったりって感じですね。ぴったりすぎるとね、これが動かなくなっちゃうんです。すごいいい感じですね。ここを接着して、ちょっとしばらくこうやって止めておきます。で、これで時間を置きます。さて、この蓋の部分、まだ半乾きなんですけど、まあ色を塗るには十分だと思うんで、これにちょっと色とか模様を描いていこうと思います。ここにジェスを塗ってもいいんですけど、塗らなくても大丈夫なので今回は省略します。で、これを乾かしている間に、ここに貼る紙、それからカードの方を書いていこうと思います。まずはこの貼る紙に書いていこうと思いますが、紙をちょっとね、切っていこうと思います。紙が丸まって書きづらいので、箱に先に接着しようと思います。接着するのに今日はこのジェルメディウムを使います。これを乾かしている間にこっちを描いていきます。これも丸まっちゃうんで折って、これで押さえます。
で、この部分とこの部分両方乾きました。こんな感じの絵を描いたんですが、さっきのこの部分ですね、なんかいい具合に入りました。でカードですね、開くとこんな感じで、でね、これ結構箱深いんで、例えばこの中にキャンディーとかを入れて、こんな感じでプレゼントが出来上がりです。ちょっとこれは明日の子供のレッスンのために考えたものなんですが、まあ子供さんが作って楽しいかどうか、ちょっと明日様子を見てお知らせしたいと思います。先日の子供のクラスですが、みんなこんな感じで箱に素敵な絵を描いてくれました。すごい可愛いですよね。子供たちも喜んでくれたと思います。で、その後人と会って、バレンタインにはちょっと早いかなと思ったんですけど、私の手作り、手書きのマッチボックスにキャンディーを入れてプレゼントしました。そうしたらすごい喜んでくれました。このマッチボックス、いろんな形でアートが作れるんじゃないかと思います。まあ子供も大人も楽しいと思うので、皆様もぜひ作ってみてはいかがでしょう。というわけで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。